高漢市は中華人民共和国の湖北省にある地球市。市政府の所在地は、高南区健康大道123号。湖北省の北東部、霧か山と大別山の南、長江の北岸、関水の東岸に位置し、日、岡市、武漢市、仙桃市、天門市、京門市、随州市、河南省信用市に接する。市の範囲の座標は、 統計113度19、114度35、北緯30度23、31度5 2年である。前211年、軍建制を実施した際に、南軍が設置され、関代は、慶州江夏軍、南北朝時代には、安陸軍、東大には、安州が設置された。総大以降は、徳谷府とされたが、新代に、徳谷府と関陽府に分割されている。 中華民国が成立し1926年に行政正しさつ区制度が施行されると地域は第3、第4、第5行政正しさつ区の管轄区域とされた。1949年5月、国境内戦により湖北省の実行支配権を獲得していた中国共産党は交換選区を設置、1968年に交換地区と解消された。 1993年6月、交換地区が廃止となり、地球市の交換市に改変されている。一市かつく、三県級、市、三県を管轄する。交換線区交換地区交換市2017年の、交換市の域内総生産は1742.23億元で、前年と比べ実質成長率は6.6%で、ある。湖北省において、 武漢市、常用市、偽章市、慶州市、清岡市に次いで6番目の経済規模を有する。交換市の産業別総生産第1次、産業297.15億元第2次、産業839.82億元第3次、産業605.26億元産業別、総生産より2017年の農林水産業総生産は304.03億元で、 前年比4.2%増。2017年税時の工業総生産は747.81億元で、前年比5.7%増。大学、専門学校高等学校交換士にある、湖北省教育庁に、小級市範高級中学と指定された学校は、書き通り。交換市街は、武漢天賀国際空港までの距離は 32km で、 武高都市間鉄道や高速道路で便利にアクセスできる。高速鉄道都市間鉄道一般鉄道2017年末時点交換市の行動の総キロほどは16,890キロメートルである。うち1級行動は286キロメートル、2級行動は1,312キロメートル、3級行動は1,304キロメートル。 4級行動は13,989キロメートル。国道国家急行速道路省急行速道路、ベラルーシブレスト州、ブレスト市から1993年3月26日、提携。ありがとうございます。